どうも、こんにちは、こんばんは、レイです。今回はね、最近、なんかお前婚活パーティー行ってないじゃないかと、いうふうに皆さん思ってると思うんですけども、ちょっとね、ある企画がある婚活パーティーの方に、申し込みはしてるんですよ。で、ただね、先着順とか、人数制限、無制限の会場とはちょっと違って、制限があるので、抽選で、だから10対10だか15対15でね、男女、それで、まあ、行う、婚活パーティーがあるんで、そちらの方にはね、申し込んでるんですけど、なんか抽選っていう形なんで、当たんないとね、いけないから、いつもね、俺応募するんだけど、大体、抽選のところって、あんまり当たった試しがないというね、事実がありまして、で、一応ね、申し込んで、まあメールとかね、ファックスで申し込めってなってるんで、メールで、ね、申し込んで、一応、こういうことで、こうなんで、よろしくお願いしますみたいなね、一文を書いとくんですよね。去年はそういうので、結構、抽選がね、当たったりする場合もあったんですけど、書かないと全部やっぱり、ちょっと落ちてたものですから、で、今回は、秩父のね、秩父の方面のところで2件、そば打ち婚っていうのがあって、そちらの1軒のね、ちょっと1軒はね、埼玉市方面から行くと、奥になるんで、手前側の方に申し込んでみまして。で、まだね、この動画撮ってる時は結果というのがね、まだ来てないものですから、一応活動はね、活動はしてますよと。で、そば打ち婚っていうのでね、まあ、なんぞやというところで、そういうのはね、ちょっとそば打ち体験とかっていうのはないので、まあ、じゃがいも掘りだとか、こんにゃく掘りとかね、それはちょっと参加したんだけれども、あとはたこ焼き婚とか、まあ、企画ものはそのぐらいかな。で、なんかをね、あと作るとかっていうのはなかったもので、実際にね、自分がその再三ね、動画で言ってるように、まあ、将来ね、起業した時に何かやるっていうところで、一つね、公民館カフェだとか、蕎麦屋っていうかね、限定のね、まあ、金土日限定だとか、の蕎麦屋をね、いつかやりたいなみたいなことはね、考えてたんですよ。それで、蕎麦打ちっていうのはね、一回もやったことないので、まあ、一回はちょっと体験して、で、何度かね、ちょっと、そういう婚活絡みじゃなくても、まあ、行ってみて、センスがあるのかないのかっていうのをちょっと見極めたいなと思って、その、まあ一発目というか、取っかかりで、まあパーティーも行けて、そば打ち婚もできるというのをちょっと申し込んでみたんですけど、もうね、締め切りになってますから、まあ自分をね、見たい人っていうのは、そこへ、もうわざわざ参加はね、わざわざ参加はもうできないようになってますんで、男はね、締め切りが早かったよね。月曜日に、申し込み開始、応募開始で、締め切りが確かね、その週いっぱいだったような、もうほんと数日間、4日間とか5日間ぐらいしか、なくてですね、で、そこから抽選という形になりますんで、何名だったかね、忘れちゃったんだけど、多分15対15なのかっていうことで、まあ、男女30代、40代、50代とかっていう、確か上の方だったような気がするんで、まあ別にね、まあ婚活も重要ですけれども、そういったそば打ち体験というのを、ちょっとね、したかったな、というのがあって、変わり種の方に応募したんですよね。で、中にはね、バーベキュー婚とかそういうのもね、ホト山とかね、秩父のホト山の、ハイキング婚活とかもあるんですけども、そこを大体やってる業者が、過去の動画見ていただければわかるんですけど、ね、カップリングなるはずの第一希望同士が外されてしまったよっていう動画がね、過去にありますんで、
操作されたわけですよ、そこの婚活業者。そこの婚活業者が精力的に埼玉を中心に、やっているんで、だからそこはね、ちょっと自分はもう不買運動をずっと続けてますから、そこの、主催会社がそこであると、自分はやらないという形をね、取ってますんで、どうしてもね、その会社がね、そこを独占してるわけですよ。まあ、だからね、都内の方のパーティーと、あと、まあね、バスの婚活ツアー、都内の普通の、ね、婚活業者がやってるやつで、今度ちょっとね、行こうとは思ってるんですけど、今ね、もろもろ今予定がありまして、まあ、パーティーではないんですけども、そのね、一応外れる、当たるか外れるかで、6月にそのそば打ち婚っていうのがあるわけなんですよ。で、もう一周がちょっとそちらが外れたら別のがありますので、別のというか、まあ、個人的な動きがね、ちょっとありますんで、で、あとはまあ、ね、また6月後半、ちょっと隠しネタみたいなのもまたね、あるかもしれませんので、まあ、その辺ちょっとどうなるか楽しみにしていただいて、なんか意外なおやおやっていうようなことがね、起きるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと意味深ですけど、まだね、ここまでしか話せないものですから、でとりあえずね、来週はもともと自分の予定がありましたので、あるパワースポットへちょっと行ってきたいなと思ってます。埼玉県の北西部の上の方、本当に上の方で、大和武尊御事が絡んでる、西暦800年ぐらいにできた神社というところへね、行ってきまして、そこで、まあ、いろいろもらってこようかと思ってます。パワーだけでなく、まあ、御朱印帳だとかお守りだとかっていうのをね、そこで、買って、まあ、苦しい時の神頼みじゃないですけれども、パワースポットっていう形になるんで、運気を上げていきたいなというところで、それ詳しく今度、土曜日、ね、行ってきますので、でそれを紹介したいなと思います。で、気になる方、やっぱりね、神社巡り、パワースポット巡りされてる方もね、男女、結構ね、今ブームになってきてます。御朱印帳をもらうっていうのもテレビでね、やったりしてるおかげで、密かな今ね、ブームになってますんで、そこ特有の帳簿がありますんで、それがね、非常にいいデザインでしたので、それもね、もらってきて、まあ、事前電話して在庫があるかどうか聞いていますんで、たまにね、ない場合があるので、ない場合は本当に無駄足になってしまいますんで、もう埼玉市からそこの地域へ行くのに、下道だと2時間以上かかりますんで、だからまあ、無駄足踏まないように事前に電話して、帳簿があるのかっていうので、で、一応まあ、ね、予約とかはないんですけども、まあ、一冊取っといてくださいみたいなね。で、お電話をね、かけさせていただこうかなというふうに思ってます。で、まあ、参拝して、きちっとね。で、今年ね、正月の初詣、俺、行ってないんで、実は。まあ、某をね、付き合ってた女性の方と出かけたり、なんだでね、結局、ちょっと、お参り行かずじまいっていうところもあって、毎年ね、決まったちょっと神社へ行ってましたんで、そちらの参拝代わりに、初参拝になります。もう 5月だよね、もう新年明けて5ヶ月経ってますけど、やっと初詣みたいなね、形になりますんで、そちらへね、行ってみようかなというところで、まあ、そば打ち婚ね、ぜひちょっとね、気になるんで、当たったらいいなというふうには思ってます。で、過去にそういうのですね、参加した方がいましたら、コメント欄の方に、まあ、こんなことだったよとか、楽しかったよとか、それとも逆にね、つまんなかったよとか、っていうのもね、お知らせいただけたらなと思います。ね、自分がまだ体験してないパーティーとかいっぱいありますんで、まあ、俺はこういうの言ったよとか、私はこういうの言ったよとか、で、これは良くなかったけどね、これは良かったよとかね、いろんな体験談とかですね、コメント欄の方に、気軽に書いていただけたらと思います。非常に婚活に関しては情報交換の、動画っていうかね、そういう場にもしたいと思ってますんで、まあ一つね、皆さんよろしくお願いいたします。なんかちょっと他力本願になってますけれども、まあ間違いなくまだ活動はしてますの で、 であとね、その他のね、婚活以外の動画もちょっと徐々に上げていきたいと思ってますんで、
末永くゆるい目で、見ていただけたらなと思います。それでは長々と、すいませんでした。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。